突然ですが今日はお部屋が変わりました。あのね、お部屋が変わったばっかりなんで、前撮りだめしたやつとね、今から撮っていくやつとで、しばらくの間動画がごっちゃになると思うんですけど、まあお気になさらず。今日はロッテリアの人気メニュー、モッツァレラインドバーガーの新メニューが出たんで、それを買ってきました。モッツァレラインドバーガーってね、宅配ができないんですよ。なんでね、テイクアウトです。今回買ってきたのがこちらです。モッツァセウバーガー、間にねエビカツの入ったモッツァレラバーガーです。もう日本でもモッツァレラバーガー出てるんですけど、これはね韓国限定メニューです。まずこれがモッツァセウバーガー。こっちはねチキン、あ、こんなのなんだ。ロッテリアの月食べるの初めてです。こんなのですね。結構でっかいサイズです。じゃあまずちょっとコーラを用意します。あ、コーラじゃない、サイダーだ。ごめんなさい、サイダーでした。いただきます。じゃあまずモッツァセウバーガー、これお値段がね4900ウォン約490円で、こっちのチキンが2300ウォン約230円です。あー美味しそう。多分下がモッツァレラチーズフライで、上がのエビカツですね。レタスが入ってオーロラソースですね。こんな感じでなんかタルタル的なソースも間に挟まってます。じゃあいただきます。うん、美味しい。エビカツバーガーですね。美味しいけどチーズは、チーズが少ない。嘘。うんうんうん。うん、おいしい。あ、ちょっと前よりチーズ量減った気がする。これチーズこんな少なかったかな。ごめんなさい、食べかけ苦手な方がすごく多くいらっしゃるのは分かってるんですけど、ごめんなさい。ちょっと説明したいことがあるんで見せますね。これエビカツの部分が分厚い分、なんかモッツァレラチーズカツの部分が薄くなった気がする。こんなに薄くなかったのに前。うんうん、あ、でもチーズしっかり入ってるわ。おいしい。エビカツね、エビが甘くてプリッとしててめっちゃ合うわ。うん、おいしい。うん、エビカツの中のエビね、プリッとしたそのままのやつもありますけど、すりおろしてるんですね。え、すりおろしてるの、すりつぶしてか、エビをすりつぶしてフライにしたやつ挟まってるんですね。なんかその部分がふわっとした食感になるから美味しいのか。鳥が見てる。なんか結構コメント見てるこの鳥さん評判がいいですね。結構可愛いですよね。このね顔がいい感じですよね。ここにねもう一人います。足組んでる。韓国のダイソー100均で買いました。これね私的にはすっごい美味しいです。でもまあモッツァレラチーズバーガーの特徴でビヨーンってねチーズが伸びる、チーズたっぷり、あれを求める方はこれちょっとあんまりかもしれない。うん、なんか最後の部分チーズすごいですね。うん、うん、こうやってたかな。あ、これか。夏だから氷がすごい早く溶けちゃう。あ、最後の部分すごい分厚い、餅じゃなくてチーズがちょっと偏ってたから。それにしてもいつものモッツァレラチーズバーガーよりはチーズが薄くて少ない気がする。じゃあ次にこのでっかいフライドチキンですね。初めてだロッテリアのやつ。うん、あ、美味しい。かなりサクサク。待って、これソース欲しい。なんかソースないの。ないのか。ハニーマスタードとケチャップ、バーガーキングのだ。まずハニーマスタードで。うん、ハニーマスタード合うわ。めっちゃ美味しい。あ、これケチャップいらんかも。待って、ロッテリアのフライドチキン結構美味しい。これね、ロッテリアってフライドチキンメニューがいくつかあるんですよ。で、これは一般的な1個入りで売ってるフライドチキンで、他にもウィンとかね、なんかこの部位によってなんかいろんなやつがあるんですけど、ウィンはね、まあまあだった。うんふん。しかも1個で値段高いなと思ったけど、こんだけでかかったらそれは高いわ。
ロッテリアのモッツァ製バーガーすごく美味しかったです。まあね、ちょっとチーズのボリュームが少なかったのが残念だったんですけど、でも普通にねチーズがっつりを求めずに食べたらめちゃくちゃ美味しいです。でフライドチキン、ロッテリアのフライドチキンかなり美味しいですね。なんかね味はそのなんかソースとかかけないとねあんまりついてない感じなんですけど、でもねサクサク感あるしサイズもでっかいし一個売りだからね自分の好きな量注文できるし頼んでみるといいと思います。じゃあ今日もとっても美味しかったです。ごちそうさまでした。